おもろかトーク。皆さんこんにちは。しばらく空いてしまいましたが、お元気でしたでしょうか。おもろかです、だいぶ暑くなってきましたよね。今日は、楽器編の続きということで、私の持っている楽器バイオリンを紹介したいと思います。バイオリンはね、すごく女性らしいなって思うんですけれども、私はまあピアノが一番長いのでピアノが主なんですけれども、楽器の中ではバイオリンはこう女性がね持つとね綺麗に見えるんですね。それがすごく魅力だと思います。こういう斜め45っていうの、あの滝川クリステルさんのこうキャスターの時のこう斜めのこの部分で、しかもこうやちょっと上向きというかここにこう乗せられるので、なんていうの、あのたるみとかもこう下がるし、あの上がりますし、とってもね綺麗に女性を綺麗に見せてくれる楽器だなと思ってます。思ってるだけでこうなんかいいですよね。というわけで、全然弾けないんですけど、私は下手くそで、なんとカラスがカーカー鳴いてくるような感じなんです。ピアノを弾いてると小鳥ちゃんたちがこう寄ってピョピョってくるんですけど、バイオリン弾いてるとねカラスがやってくるっていう、そういう感じです。では今日はマニーの金婚式をちょっとだけ弾きたいと思います。みんな耳塞いでくださいすいません、どうぞ。皆さん、お聞き苦しいところ聞いてくださった方ありがとうございます。まあ音が出るっていうとこ段階でした、はい。バイオリンはもうちょっとちゃんとやればよかったかななんて思いますが、でもまあこう趣味、遊び道具としては私の遊び道具ですけど、あの可愛い、素敵、あの美しいですし、フォルムがこうね、たまにこうメロディー楽器なので弾いてみるのも楽しいかなってちょっと思いました。はい、皆さんこちらお持ちですか。聞いてください。おもろかボッサ、あの全国の量販店、ネットの量販店で取り扱っています。ボサノバ、スタンダードなボサノバをおもろかがオリジナル歌詞、日本語の歌詞をつけまして、アコースティックで仕上げてあります。その最後のこの前もお伝えしたんですけれども、このカエルの合唱アハーンという曲、これこちらがあの何重にもあのコーラスを重ねて声を重ねているので、とてもなんかトリッキーな感じで面白く仕上がっています。というわけで今回はここまでとします。また次回、楽器か詩か朗読か分かりませんけれども、なるべく早くアップしたいと思います。今ね作詞作業、新曲また収録すると思いますけれども、そちらの方を頑張りたいと思います。ではまた、チャオ。